久留米市出身のこがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週も福岡県立北九州高校からお届けします。こがけんオンオンエイエーイ。今日は3年生山村誠さん、決められた集合時間にきっちり到着したいそうですが、僕は友達と遊ぶ時とかに集合時間よりも早く着きすぎてしまったり、逆にギリギリになってしまったりすることがあるので、時間の逆算をうまくできるようになりたいんですけど、どうしたらいいですか？早く着きすぎるってどのくらい着きすぎる？30分前とかですかね。でそれで時間持て余しちゃうってこと？はい、そうです。それかもうギリギリになっちゃうってこと？はい。あの今逆算って話をしてますけど、逆算がねめっちゃ不得意な人いるんだよ。友達と待ち合わせしてたとして、約束をしてたとして、もうとんでもない早い時間に朝起きて、あ、今日もうのんびり支度しても全然間に合うわって言って、結果ギリギリになったりする人でしょ。はい。ちなみに Google マップ使ってる？使ってないです。なんで使わないの？ちょっと気持ちが聞きたいから聞かせて。例えば電車の時間を調べるアプリとかでもういいかなって思ってしまって。電車の時間は分かるけど、電車の駅に行くまでの時間とかがまたあやふやになったら、それで変な感じになっちゃう。そうですね。そうでしょうか。その間 Google マップに入れればですよ、はい、最初のあなたの最寄りの駅まで歩く時間も出てきますから、便利ですよ。今後は Google マップをうまく活用して、週5時間に間に合うように頑張りたいと思います。こんなアプリの固有名詞出てきていいもんね。